先輩、大丈夫すか？俺さ、昨日募金したんだ。はい。別にそれでいいことあるとか思わねえけど、頭からゴミバケツにはまるとは思わなかったな。はい。さっき迷子を交番に連れてったじゃん。はい。迷子の坊主言ってたよな。お兄ちゃん優しいからきっと今日いいことあるよって。頭からゴミバケツにはまってるとは思わねえだろうな。はい。あれ取れねえんだろ。はい。そんな気してたわ。これで生きていくわ。え、ちょ、ロペさん、空は青いですか？あ、はい。バケツの中も青いですよ。